せいや、ソルジャーズソウル。一丁やってやるぜ。大いなる戦いがここから始まった。あなたは負けることはない。私は信じています。シュンがジェミニのセイントを倒したことによりアナザーディメンションで飛ばされた異次元から解き放たれた氷河が落ちたのは第7の球。ライブラのゴールドセイントであるローシが守護する天秤球だった。そこで氷河は懐かしい人との再会を果たす。アクエリアスのカミュ、なぜあなたが天秤球に。あなたは宝米球を守っているはずでは。お前をここで止めるためだ氷河。これ以上先に進むな。これは私の命令だ。それは残念ながら従うわけにはいきません。ならば力をもってしてでも止めねばならないか。できません。我が師とも言うべきあなたに剣を向けるなど。相変わらず幼さの抜けんやつだ。ならば剣を向けられるようにしてやろう。なんだ。まさか、マーマの船が沈んでいく。マーマが遠ざかっていくのがわかる。海底の一番深いところへ。マーマ。黙れ。死んだ人間にいつまでも涙を流しているお前の唯一の弱点を断ち切ってやったのだ。いくらあなたであっても許せない。俺の答えはただ一つ、戦うことだけだ。その程度のコスモではこの先確実に敗れるぞ。はいと。たとえ誰であろうと、フリージングコスモ、僕がマーマを奪う権利はない。やっと決心がついた。フリージングコスモ、オーロライクキューション。ハミング、マーマを狙って俺の怒りを受けよう。今日アリスを、くだらぬ感情など捨ててしまえ。この俺にマーマのことを忘れてしまえというのですか。ダイヤモンド、そんなことはできない。マーマのことを忘れるなど。それだけ。お前の心の中は母への思い、私への憎悪で満ち満ちている。そのような感情は真の戦意を持つべき究極のコスモ、ダイヤモンド、多くかけ離れたものだ。もうこれ以上あなたに剣を振るうなどできない。その稚拙な考えを捨てるのだ。お前の目の前にいるのは敵だ。それが分かる。ルーナスのポーキ、オーロラサンダーアタック。あの神より陶器を届かせることなど不可能。どうか引いてください。神よ、これ以上あなたに剣を向けたくない。フォークだ。英雄ウィナー。まあまあ、この程度ではこの先どんなゴールドセイントと戦おうと勝負は見えている。ならばこの私が引導を渡してやろう。喰らえ、アクエリアス最大の剣、オーロラエクスキューション。今のコスモは、そんな。セイヤ、お前も感じたか。ああ、氷河のコスモが一瞬大きく弾けて、その後完全に消えてしまった。まさか。氷河の命が燃え尽きた。
許せ氷河よ。だが他のゴールドセイントに殺されるよりはせめて死とも言うべき私の手で葬ってやりたかった。その氷の棺はいかなることがあっても溶けん。お前の肉体は永遠にその棺の中で朽ち果てることはない。魂は天に昇ってもこの無人の天秤宮で永遠にさらばだ、氷河よ。第四の級、巨海級へとたどり着いた聖夜と紫龍。そこで二人は壁や床に無数の死人の顔が浮き出ているという異様な光景を目にする。それはカニ座キャンサーのゴールドセイントデスマスクの見境のない殺戮がもたらした結果だった。死人の顔の中に女子供のものまであることに気づき、怒りに震える紫龍は聖夜を先に行かせ、1対1でデスマスクと対峙するのだった。この巨海級に浮き出ている無数の死に顔は全て今まで俺が殺してきた奴らだ。その霊が成仏できずにこの巨海級を永遠に漂っているのだ。つまりこの死に顔は俺の勝利の証、強さの勲章だ。わかるか小僧、俺がデスマスクと呼ばれるのもそのためだ。そんなものが強さの勲章になどなるものか。セイントの名にかけてこの紫龍、全力を込めてお前を倒す。いいだろう紫龍、お前とは五老法での因縁があったな。今日こそあの上へのトンネルとでも言うべき石式を通って地獄へ行け。くらえ、石式冥界派。なんだこれは。お前を倒すために沸騰しているのだ、この竜の血がな。よかろう、五老法での決着を今つけてくれるわ。はいと、目が見えた。ここは敵式なんだ。リリューよ、これから貴様を確実に死と死に叩き落としてやるぞ。なんだ、あの遠くに見える人影は。あの後ろの、もしかして氷河なのか。向こうに行ってはいけません。あの人たちが行こうとしている場所は死の、この一撃で決める。来いわ、タオリお嬢さん。しかしどうすればここから脱出できる。耳を澄ますのでシリ、あの日を救おうとする者の声が。シリシリ、シリどうかシリ。ガオリさんも氷河を助ければ。これは死ぬわけにはいかん。この方でブーに助けられた奴が何を誇るか。昇竜の家族誰も助けることはできる。ここで死ぬのだからな。昇竜派英雄ウィナー、この最強の剣と盾の前に敵はない。神様、どうか紫龍をお守りください。お願いします、紫龍を。誰かが紫龍の魂を石式から呼び戻している。これは五老法。そこか、うせろ小娘。よせデスマスク。あああの小娘、ずいぶんお前のことを思っていたようだったな。感謝しろよ、これで二人揃って仲良くあの世に行けるのだからな。
デスマスクよ。ここまで相手を憎いと思ったのは生まれて初めてだ。もはやお前に対して一かけらの情け容赦も持たん。何バカな、シリューからゴールドセイントをもしのぐほどのコスモを感じるとは一体。今や俺の地一滴までもが沸騰しているのだ。お前は竜の逆鱗に触れたのだ。いくらお前の全コスモを燃やして攻撃してこようと、決定的なダメージを与えることはできん。なぜなら俺が究極のクロス、ゴールドクロスをまとっているからだ。うぴゃー！バカだ。キャンサーのゴールドクロスが全て俺から離れただと？おそらくゴールドクロスの意志、悪に染まったお前をクロス自身がゴールドセイントと認めなくなったということだ。しかしいくら同情の余地もない男とはいえ、そんな無防備な相手に手を下すなど、このシリューの誇りが許さない。さあこれで対等だ。あとは互いのコスモの力のみが勝敗を分ける。デスマスク、お前はこのシリューの逆鱗に触れたのだ。俺様をなめるなよ。ファイト、ロザン昇竜派。バカめ、俺を倒せる唯一のチャンスを取りにしたのだぞ。コスモの勝負ではゴールドセイントの俺の方が上だ。言っただろう、シリュー。クロスを見ればお前は死ぬと。成果した。このサンクチュアリに乗り込んだんだ。覚悟の上、この一撃で決める。ロザン昇竜派。ロザン優勝。俺のコスモは確かにまだボロンテイの影響出ていないかもしれない。だが悪を滅ぼす真の戦、たとえ一瞬でも俺のコスモゴールドセイントの域まで高められるはずだ。この死の国で赤色冥界派を喰らい続けるぞ。昇竜の方だ。ロザン昇竜派。未来永劫現世に転生することもあるまい。はーい、シリュー、シリューの魂を引き上げてやる。ロザン、デスマスク、勇者。今までにお前が殺した罪もない人々、みんな、お前にゴールドクロスをまとう資格はない。シリュー、シリュー。瞬間、誰か俺のコスモに直接語りかけてくる。あの声はもしや老師。春霊は無事なのですか。よかった老師、ありがとうございました。ん、シリュー、君まさか目が見えるように。見える、いつの間にか見えるぞ。そういえば以前老師に聞いたことがある。生命の源であるコスモを最大限まで高めることで肉体は治療や薬を超えた奇跡的な回復をすると。シリュー、よかったね。きっとデスマスクとの戦いで君のコスモは最大限まで高まったんだね。ありがとうシュン。さあ急ごう。次の四死球で聖夜も戦っているはずだ。うん。
巨階級を紫龍に任せ単身で四死球へと乗り込む聖夜。四死球を守るのはかつて幼いアテナの命を救い反逆者として命を落としたアイオロスの弟レオのゴールドセインとアイオリアだった。沙織をアテナと認め忠誠を誓っていたはずのアイオリアだがその表情に聖夜の知るアイオリアの面影はなく殺気に満ち溢れていた。この四死球を通ろうとする者は誰であろうとこのレオのアイオリアが殺す。アイオリア聞いてくれ、沙織さんは強行だけしか抜けない黄金の矢を受けたんだ。しかもあと8時間以内に抜かなければ手遅れになる。沙織さんはアテナは死ぬんだ。何？アテナが死ぬ？無駄な戦いはやめて四死球を通らせてくれアイオリア。残念だがそれはできん。言ったはずだ、この四死球を通ろうとする者は誰であろうと殺す。クソ、沙織さんの死が刻一刻と迫っているのにこれ以上アイオリアと話し合っても無駄ってことか。こうなりゃ遠慮しないぜ、あんたを悪の側の人間として全力で倒すだけだ。遠慮はしないぜアイオリア。所詮ブロンズではゴールドセイントには勝てん。ファイト。受けよ、ファイトに絞るの牙を。あの冷酷な目はなぜアイオリアの目は輝きを失ってしまったんだ。まだまだ。聖夜、死の覚悟はできたか。地球を枯れ揃えた、まさしくセイントの鏡のようだ。その愛を光や悪鬼のようだ。実力もわきまえずゴールドセイントに挑戦してきた。この男を思い知るがいい。俺には効かんぞ。たとえ彼らが後から来る死竜や旬のためにせめて一死を。セイント、生まれや育ちは関係ない、そう教えてくれたのはあんただ。あ、よりや、あの言葉がなければ俺はセイントにはなれなかった。希望を持ち続ければ奇跡を起こせる、そうあんたが教えてくれた。ペガサス、俺にはいかんぞ、ファイトニックボルト。ファイトニングプラズマ。まだまだ。苦しい火星や、もうすぐ楽にしてやるぞ。まだまだ。このままではやられる。ファイトニングプラズマ。くそ、燃えろ、俺のコスモ。ペガサス、ユーセンター。イエス、ウィナー。負けられない、アテナのためにも。待て、聖夜の命は誰にも渡さねえ。このカシオスがもらう。カシオスと言いたいところだが事情が変わった。聖夜、ここは俺が抑える。お前は早く先に行け。アイオリアは教皇の元老魔王剣にやられて洗脳された状態なのだ。元老魔王剣は犠牲者の前で人が一人死なないと解けない伝説の魔剣だ。なんだって。どけカシオス、お
前ごとき増強に用はない。どかぬ、あんたの目が覚めるまでは。うわバカな、カシオス、お前なぜ自らの体を貫くようなことを。だから言っただろう、目の前で人一人死なん限りアイオリアの目は覚めんと。それにお前に死なれると悲しむ人がいるんでな。え？その人が悲しむのを俺は見たくないんだ。俺にとっての女神とはその人のことなのだ。アイオリア！カシオスはお前を正気に戻すために命を投げ出したのに、まだ目が覚めないって言うのか。どうもよ。アイオリアも魔剣と戦っている。一撃、アイオリアを目覚めさせる一撃が欲しい。アイオリアの高速拳、今こそ見切るんだ。せいや、手加減はせんぞ。はいと。待てないコスモよ、俺に奇跡を与えてくれ。ただ一瞬でいいと。俺のコスモよ、アイオリアの位まで高まってくれ。ペガサス水星拳、ペガサス流星拳。貴様、ペガサスローリングスクラッシュ。貴様がいくらコスモを高めたところで俺を倒すことができん。カシオスと共に死ね。俺には効かんぞ。ペガサスローリングスクラッシュ。アイオリア、勇敢なセイントというだけでなく人間としての優しさを持っていたあんたを取り戻すためにもこの命ある限り。俺は諦めない。ローリングスクラッシュ。セイヤ、俺には効かんぞ。目覚めろ、正義の使者よ。ペガサス、アイオリアの洗脳を解けるんだ。帝王の牙から逃れられるか。燃えろ、俺のコスモ。ホワイトニングボルト。ペガサス優勢か。よし、やってくれたな、せいや。受けよ、獅子の牙。これでもまだ目が覚めないのか。アイオリア、ペガサス、ローリングスク。帝王、ウィナー。目が覚めたか、アイオリア。俺は一体よかった、完全に元のアイオリアに戻ったんだな。カシオス、カシオス、今度は星になってシャイナさんを守ってやるんだぞ。セイヤ、アイオリア、カシオスを手厚く葬ってやってくれ。時間がないからな。俺たちは次の処女級へ向かうぜ。待て、セイヤ。一つだけ教えてやる。絶対に、シャカの目を開かせるな。シャカの目が開かれたとき、その場にいるすべてのものは、生き絶えるのだ。